会計科職員で確定申告歴18年目の桑田真二です。よろしくお願いします。本日はですね、確定申告の大まかな流れの説明ですね。こちらを今年から確定申告をされる初心者の方向けに動画を作らせていただきました。特に事業所得のある個人事業主さんのための動画だと思っておいていただけたらと思います。 今日やる内容としては、用語の説明と大まかな流れ、そしてどういった方法で確定申告をするのがおすすめなのか、この3つに絞ってシンプルにやらせていただこうと思っていますので、どうぞよろしくお願いします。はい。ではまずはですね、この確定申告の流れっていうものをご説明させていただきますね。はい。確定申告っていうのはなんかね、あの、料理に似てるんですよね。このまず最初に収入。こっから始まるんですね。そしていろんなものをこう、 引いていったり、あとはかけたりするんですけども、その流れをご説明させていただきます。まあなんか、魚を釣ってそれをどんどんばいしていく、そういったイメージが近いかなというふうに思います。で、まずはですね、釣れた魚が収入ですね。個人事業主さんの場合はまあ売り上げだったりするわけですけどもねえ。今回ちょっと割愛しますけども、サラリーマンの方とかアルバイトの方は給与所得なわけですね。それが、えー、個人事業主さんの場合は売り上げとなります。はい。え、原因もそうですね。 え、ギャラのことを、ま、売り上げだったり収入というふうに捉えます。はい、そこからですね、経費を引くんですね。そうすると、所得が出てくると。はい、収入と所得はね、同じに捉えてる人が結構多いんですけども、実は違うんですね。はい、収入から経費ね。だから、魚で言うと、鱗とかね、骨とか首とか、あのあたりをざっくりこう、切るわけですね。で、実際食べれる部分っていうのが所得なわけですね。 だから、所得というのは収入から経費を引くので、収入よりも必然的に少なくなるわけですね。はい。そしてまず所得を決めます。そして所得からさらに控除というものがあるんですね。まず基礎控除というのが48万円あります。えー、前までは38万円だったんですけど、48万円に増えてるんですね。はい。で、他にもあと14種類、もしくは数え方によっては15種類の控除、いろんな控除があるんですね。生命保険とか入ったら4万円控除。 マックスでもらえるとかね。そんなのがあるんですけど、その辺をいろいろ引くわけですね。本来なら所得なんだけど、そこから控除というものを引いて、所得がなかったものにしてくれる。相殺してくれるものが控除なんですね。だからまあ、経費みたいなものですね。これぐらいお金使ったんだったらちょっと税金の方で優遇してあげましょうとかいうね。こういう操作ですねこ。れこれをやることによって、生命保険に皆さんを入るように持っていくとかね。 税金でそういった操作をするんですね。モチベーションの操作ですね。はい。そこから、えー、まあ、えー、課税所得というのが生まれてくるんですね。だから、所得と課税所得が違うんですね。所得にいきなり税金がかかるわけじゃないですね。控除というものを引いてから課税所得というのが出てきます。そして、この課税所得に、所得の額に応じてですね、15%から55%ですね。この中に地方税も入ってるんで、ね、10%入ってるんで、本来なら5から45なんですけど、 まあ表面的には15から55%がかかってくるということですね。そしてやっと納税額というのが出てくるんですね。で、もっと詳しく言うと、この納税額からふるさと納税とかね、してる方だとそこから引いてくれるんですけどね、税金自体をね。まあこういう流れとなっています。はい、所得を出して、課税所得を出して、税率をかけて納税額が出てくると。 いう流れを覚えておくと、税金のパーセンテージですね。これが、はい、このようにね、累進課税ということがありまして、これ聞いたことないですかね。累進課税ですね。所得に応じて5%だね。195万円までだったら5%かかるよ。330万円だったら10%だよと。695万円までだったら20%ってね。たいサラリーマンの方、このあたりじゃないですかね。で、まあ、1000万円超えてくるとね、ちょっとある、 結構上がってくるわけですね。プロ野球選手とかこのあたりですよね。はい、続きまして。青色申告がおすすめという話ですね。白色申告と青色申告っていうのがあるんですけども、これはもう青色申告最初からやっといた方がいいですね。個人事業主さんの方は会議を届けというのを出しておいてください。そうすることによって青色申告をすることができます。僕が思いつく限り、まあ、二つ大きなメリットがあります。まず一つは、青色申告控除というものがもらえます。先ほど説明したね、 はい。控除があって、課税所得が出るんですけど、青色申告をしている方は、さらに一つ控除が増えます。それが、青色申告控除というものですね。青色申告控除というのは、10万円から65万円まであります。3パターンあるんですね。10万円、55万円、65万円っていうのがあるんですけどね。すごい細かい書類を書いたりとかね、E-Tax で申請すると、65万円までマックスもらえるんですけども、もう僕の場合は、そういった書類を書かなくても、 とりあえず無条件で青色申告をしているというだけで10%パ、青色申告をしているだけで10万円を控除してもらえるというものがあるんですね。だから非常にお得なんですね。基礎控除が今48万円ですから、 えー、10万円も足すので、58万円所得があっても引いてくれる。ゼロとしてカウントしてくれるというものですね。はい。そしてあと、政府支援策で有利ということなんですけど、これどういうことかというとですね、青色申告をすると、こちら、はい、損益計算書というのを書くことになるんですね。白色申告ではなくて、このざっくりね、えー、収入と経費があって、所得がいくらっていうのを、ただ自己申告するだけなんですけど、青色申告の場合だとね、月々の 収入と、まあ売上だったり、収入と仕入れね、これが経費なわけですね。経費というかまあ仕入れか。経費はまた別で計算書があるんですけども、これを一つ一つね、一月ずつ書いていくことになります。そうすることで、例えば一時支援金とかね、1月から3月の去年の収入、 っていうのが重要になってくるわけで、それを証明するための書類としてこれが使ってもらえるわけですね。これがないと、ざっくり1年間の全部の収入割る12という計算をされてですね、有利な月を選ぶことができなくなっちゃうんですね。この辺りはちょっとね、また詳しくあの、一時支援金の動画を上げているので、その辺りを見てもらえたらと思います。持続化給付金の申請の時も、 青色申告と白色申告の方がいたと思うんですけども、白色申告の方は青色申告よりも後回しになっていたり、最初はもらえないよっていうふうになってたりとかですね、非常になんか信用度が低いっていうかね、えー、あったんですけど、その、 まあ雑収入と事業収入の違いなんですけどもこのあたりやっぱり青色申告できっちりこういった計算書を出しておくということで今後も何かしら政府系の支援策で有利に働くと思われますまあとりあえずこの書類を書くことによって有利になるということを覚えておいてもらえたらなと思いますはいあとここちょっと見といてもらうとはいこの場合だと青色申告控除というのが65枚マックスでね載せれる ことになってますからね。このあたりも、うん、見えてきますね。そして最後。E-Tax がおすすめということですね。まあ今年はコロナもあるので、税務署に行くことあまりおすすめできないですね。しかも税務署行くときに混雑してるとですね、順番待ちしないといけないですね。で予約をしていかなきゃいけないかったり、ちょっと不便ですよね。 だから、e-tax がおすすめなんですけども、e-tax には3パターンの申請方法があります。はい。それは何かというと、マイナンバーで申請。そして、利用者識別番号を取得してからの申請。e-tax のサイトで内容を入力して、その内容をプリントアウトしてから窓口に持っていくという申請パターン。はい。この3つがおすすめ度的には、 利用者識別番号が20名でおすすめですね。その次がマイナンバー。で、今おすすめできないのがマイ、窓口の申請ということになっています。はい。まずマイナンバーなんですけど、マイナンバーカードは申請は携帯からでもできるんですけど、受け取りは区役所の窓口に行かなきゃいけないので、それが今手間だと。 いうことと、申請してから受け取るまで1ヶ月から1ヶ月半ぐらいかかるということのデメリットがあるので、あまりお勧めできないですね。あと、カードリーダーライトというの、端末が必要になってきますね。その機材が必要になってきます。それがまあ、買わなきゃいけなかったり、えー、もしくは、スマホでもできるんですけど、スマホも新しい端末じゃないとできないですね。そのマイナンバーカードのリーダー機能が中にないとできないかったり、 読み込むための時期のね、部分があるんですけど、そこがスマホによって読み取れる場所が変わってくるんですね。で、その接触具合によってなかなか、えー、情報が読み取れなくてちょっとイライラするとかね、そういうのがあるので、マイナンバーカードってあんまり使い勝手が良くないなと僕の中では思っております。はい。そしておすすめなの,のが利用者識別番号申請というものがありまして、これはですね、今まで利用者識別番号っていうのは、 税務署に行って申請書類を書いてから識別番号を発行してもらってたんですね。それが今はインターネットで識別番号の申請ができるようになったんですね。それがかなりやりやすくなった。で、それをゲットすることによって e-tax で申請するときに非常にやりやすくスムーズにできるようになりました。マイナンバーでログインしなくても利用者識別番号でログインして 送信ができるということになってますので、こういったマイナンバーカードを必要としたり、カードリーダーライトも必要ないということなので、まあ、誰でもできる状態かなというふうに思います。しかも申請画面はめちゃめちゃ簡単です。後でお知らせします。で、3つ目、窓口申請っていうのは、僕が今までやってたやり方がこれなんですね。e-tax 一応ですね、僕は利用者識別番号を取得して、e-tax の画面でですね、一応申請書類を作って、 で、なんかちょっと心配だから、質問があったり、チェックとかしてもらいたいので、窓口まで行ってですね、税務署まで行って、提出をするという作業をしていました。でも今やっぱり密な状態作りたくないので、あまりおすすめはできないかと思います。はい。では先ほど言った利用者識別番号の申請方法を最後にお知らせしたいと思います。はい、こちらですね、e-tax の開始届出っていう画面があるんですけど、このリンクをですね、概要欄に貼っときますので、皆さんここからまずは 利用者識別番号を取得してください。はい、非常に簡単です、はい。名前入れてですね、基本的な情報を入れてですね、納税地、提出先を入れる。まあ、自分のエリアですね。僕の場合だと墨田区の本所税務署っていうところなんですけどね。そこを選んで、で暗証番号を自分で決めると。そして入力内容を確認したら、利用者識別番号の通知が来ます。これ e、E メールでも来ますので。その画面を、まあ、取っておいたり、プリントアウトしておくと非常に便利だと思いますので、えー、なくさないように。 しといていいいたただけたらと思いますはい、ということで、ざっくりですけども、確定申告の流れと、用語の説明で、どんな申請方法が便利か、おすすめかということを、 ざっくりご説明させていただきましたで。いろいろなね、パターンがあるんですね。人によって収入、ね、所得にの額によっていろんなパターンがあるので、なかなかこれっていうことはできないんですけど、初めてやる個人事業主の方はこれをまず見てからやってもらうと、おまあ、飲み込みやすいのかな。やり方がわかりやすいのかなというふうに思いましたので、参考にしていただけたらと思います。今後もですね、こういった確定申告関連青色申告のやり方、個人事業主、 さんののの、まあ、具体的なやり方で控除の一つ一つの説明とかですねいう動画もあげたいなと思っておりますので、もし気になった方いたら、ですねぜひともチャンネル登録していただいて、新しい動画のアップをお待ちいただけたらと思います。また、税金について質問などあれば、ですね今後の動画の参考にさせていただきますので、コメント欄に書いていただく。えー、あとは、えー、勉強になりましたとかね、役に立ったよって思った方は、ぜひともいいねボタンを押してもらえると、非常にやる気が出ますので、よろしくお願いいたします。 ということで今日も最後までご視聴ありがとうございましたそれではまた